管理課管理栄養士の須山直美です。はい、では糖質制限は必要ない糖質の取り方を教えます。皆さんこんな食事をしていませんか？まず朝ごはんです。朝はお腹が空いてないけど時間がないから今日は食べるのはやめておこう。お昼ごはん、今日は時間がないからカップ麺とおにぎりで簡単に済ませよう。お夕飯です。今日も一日頑張ったし、甘いジュースとフライドチキン、ハンバーガー、フライドポテトを食べよう。またこんな次です。朝ごはんは菓子パンと牛乳です。10時にちょっと小腹が空いたのでおせんべいを1枚食べます。お昼ご飯はうどんとリンゴを食べました。3時のおやつにはいただき物のクッキーがあったから、よし少し食べよう。そしてお夕飯です。今日は野菜炒めと白和え、お味噌汁とおやつのクッキーをちょっと食べ過ぎてしまったので、ご飯は今日はなしにしようというお食事です。このように食事に偏りがありますと、肥満でしたり脂質異常症、糖尿病や高血圧などの生活習慣病の原因になります。この生活習慣病を予防するにはどうしたらいいと思いますか？そのためには栄養のバランスが大切です。人の体には必要な栄養素が5大栄養素というものがあります。タンパク質、脂質、炭水化物、ビタミン、ミネラルの5大栄養素になります。その中でもタンパク質、脂質、炭水化物の3大栄養素はその割合が大切と言われています。3大栄養素のバランスは、まず成人の必要量ですが、炭水化物が 50% から 60%、 脂質が 25%、 タンパク質が15から 20% となります。バランスとしては少なくとも 50% は炭水化物から摂取することが望ましいとされています。今回はその炭水化物に注目してお話をしていきます。まず炭水化物とはどういったものでしょうか？まず糖質と食物繊維を合わせた総称になります。炭水化物のほとんどが糖質でできています。体の中に入ると最後は単位の一番小さいブドウ糖に吸収されます。糖質の役割についてです。体を活動させるための大事な栄養素になります。脳や神経の唯一のエネルギー源、集中力を維持するためにも毎食摂取することが望ましいとされています。この糖質について知ることで糖尿病を予防するヒントにつながります。食事と血糖値の関係について、生活習慣病の中で糖尿病は糖質による影響を受けやすく病気になります。また糖質の摂る量やタイミングによって血糖が乱れる原因になります。先ほど最初の方で食事についてお示ししましたが、まずですね、食事の回数が不規則の場合、まず先ほどの3食のお食事食べた時を比較してみると、1日3食の場合は朝昼夜でグラフは波のように均等に上がっていますが、昼と夜の1日2食の場合は朝が食べていないので血糖は上がりませんが、昼と夜が3食に比べるとやや高めになっています。夕食のみの1日1食の場合は朝と昼で血糖は上がりませんが、夕食の時には量が多くなるっていう傾向もあるので血糖は1日2食の時と比べるとさらに高くなります。間食をした場合は朝昼夜の3食は同じように血糖は上がっていますが、間食は中間で物を食べるので血糖が下がっている途中でまた上がる傾向にあり、それがどんどん上乗せになると夕食後はとても高くなります。血糖値が上がる仕組みについてです。血液中のブドウ糖の濃度のことを血糖値と呼びます。
細胞には血糖を取り込むためのドアが存在します。インスリンは細胞のドアを開けてくれる役割というのを持っています。インスリンについてはこの後の薬剤師さんの方で詳しく説明がありますので、そちらの方でよく聞いてください。まず血糖値が上がる仕組みの中で細胞が糖を取り込む流れについてです。食事をとると血液中に分解された糖が流れ込んでいきます。この時の細胞はドアが閉まっているので糖を取り込めない状態になります。これがいわゆる高血糖状態になります。そして膵臓からインスリンというホルモンが分泌され細胞のドアを開けてくれます。細胞のドアを開けることで糖が細胞に取り込まれるので、これによって血糖が低下をします。糖質を取りすぎてしまうとインスリン抵抗性というものが更新します。インスリン抵抗性は過食や肥満状態が続くとインスリンの効きが悪くなる状態のことです。細胞のドアが何らかの原因ですごく重くなって開きにくい状態、そのため大量のインスリンを必要とします。細胞が糖を取り込みにくいので高血糖状態が続いてしまう状態になります。先ほどのインスリン更新ですね、インスリン抵抗性が更新した時の、過食や肥満をした時のインスリンです。脂肪細胞というものの影響で細胞のドアが重くなっています。でドアを開けるのにたくさんのインスリンが必要になっていきます。それでは糖質を取りすぎたらいけないのは分かりましたが、じゃあどうして糖質制限をしてはいけないのでしょうか。糖質制限をしすぎるとタンパク質ですね、これは筋肉の材料となりますが、炭水化物はこの筋肉のエネルギー源となる非常に重要な栄養素です。炭水化物が不足していると体内は厄介な問題が生じています。というのも不足したエネルギーを補うために筋肉が分解されてタンパク質がエネルギーとして使われてしまうからです。そうならないために過度な糖質制限はしないようにしましょう。糖質ですねは食材としてどんなものに多いのでしょうか。まず代表としてはご飯、パン、麺類、春雨、芋類、トウモロコシ、甘いジュース、お菓子、果物などあります。糖質の適量についてお話ししていきます。日本人の食事摂取基準というものがあります。その中で身体活動レベルが1というのは、ほとんど家の中で過ごすことが多いこと、あとは座っている時間が多い方などが対象になります。ここで例として50歳女性としていますが、1日の推定エネルギーは1650キロカロリーほどになります。その中で先ほど出てきました炭水化物の比率です。 50% から 60% になりますと1日約205から250グラム必要になります。分かりづらいと思うので実際に当院で提供している食事を見ていきましょう。病院食になります。朝、昼、夜、これ実際に出しているんですけども、1日1600キロカロリーのお食事で、糖質は1日合計で 220g になります。ご飯は1杯ですね、これで 150g 入ってまして、糖質の量は 60g ほど。ロールパンは朝ご飯で2つつけていますが、これは2つで糖質 30g になっております。ここで糖質の取り方で注意してほしいものをご紹介します。それは先ほど糖質の多いもので出てきた甘いジュースになります。まあ、皆さんね、こういう缶コーヒーとか炭酸ジュースとか飲まれるかなと思いますが、甘いジュースは特にお砂糖が多いです。で特に、甘いコーヒーに関してはこのサイズでスティックシュガー3本分のお砂糖が入っていると言われています。またこちらの炭酸ですね、500ミリリットルの量の中にはなんとスティックシュガー10本分のお砂糖が入っています。甘い飲み物を取りすぎてしまうと、知らず知らずのうちにね、たくさん糖質を取ってしまうので高血糖を招いてしまうので取りすぎには注意してください。なるべく砂糖不使用の、シュガーレスの飲み物とかに心がけるようにしてください。では今日のポイントです。タイトルにありましたけども、過度な糖質制限はしないようにしましょう。
糖質は必要なエネルギーの 50% から 60% を目安にしましょう。血糖値を安定させるために糖質を毎食適量食べることも大切です。では正しい食生活のための栄養指導を実施しています。ご希望の方は主治医へご相談ください。ではご清聴ありがとうございました。